つけさんこんにちは。そしてお久しぶりです。もずくさんこんにちは。さあというわけで家の動画久々ですね、今回ですねチャンネル的には11月ぶりぐらいですか、久々にもずくさんがちょっと数日間またお預かりということで遊びに来てくれました。そしてカムラズデンスケです。ちょっと今回カット長かったね、顔の周りが。というわけでね、お二人遊びに来てくれたんで、まあ、何の変哲もない動画なんですけれども、おやつタイムしますか。ただただワンちゃんたちにおやつをあげるという動画ですね。はい、お座り。待ってよ、むちゃんもあげるからね。よし、はい、むちゃんその隙に1個食べて、ゆっくり食べよう。あんたゆっくりだもんね。もうこのね、おやつの食べるスピードよ。じゃあこれもぐもぐして、待てよ。はい、姉さん、あなた大きいから2個あげる。はい、よもじゃゆっくりね。待てよ、よし、はい、来で、もずくが食べてる間に、はい、でんすけさんも、はい、すぐ、はい、終わり。あんた早いよ、いくよ、よんでじゃん。はい、のすけ、よし、おいちゃん食べる、待ってね。小食なんですよね、ほんともずくが。見てこの、あ、でも2人ともキラキラしてる、いいね。サムネとしてバッチリだよ、キラキラ。はい、じゃあ待って待って、よし、えらい。はい、もちゃんどうぞ。ダメでんちゃん、これもずく早いって、ほぼ丸飲みや。もずくの順番ですよ、順番。はい、えらい、えらいよ。そこで待ってたのえらいよ、でんさん。はい、1個あげる、いくどうぞ。降りてこないで、待ってよ。下から2人撮ってるよ。暗いね、目真っ黒ね。待てよ、よし、いいね。はい、でもっちゃん、もっちゃんどうぞ我慢して、これもデンスケは誰だから。ほい、待てよ。あら、何くつろいでん、かわいい、かわいいね。待てよ、よし、この食べられるねやばいね、いい、何の企画もない、ただただ日常、たまにはね、こんな日常もね、 あってもいいんではないかなと思いますよ。はい、これもずくこっち食べる、こっちのお肉食べるかな。これね、もずくあんま食べなかったんですよね。ちょっと待って、でんちゃん1個あげる。もずくあんまりこれ好きじゃないみたいな、結構好き嫌いする。あ、食べてくれる、えらいの、食べるの、ゆっくり食べるの。あなたは、よっ、ナイスキャッチ。じゃあさ、よし、やっぱこれはダメなんだね、やっぱ好き嫌いがあるというか、もう本当にデンスケはもう何でも食べるんで、嫌いなものゼロね、食べなかったことないね、おやつとご飯でね。ただね、前も言ったと思うんですけど、道端に落ちてる草とか石とか、それこそなんかタバコとか、そういうゴミとかは食べないですよね。本当に食べ物にしか食べないですよね。もちゃん、これもういらない、もちゃん同じだよ、食べに、でんすけ取らない、でんさん取らない、お、そうそうそう、あ、食べた、食べたの、えらいの。今日でんちゃん、待てよ、カメラ構えてるからお手もできないしね。待って、よし、ナイス、俺の手元か。じゃあ最後ね、これ最後だよ、あんまね、この後晩ご飯が待ってますから。ちょっともう少し大きかったんだね、ちっちゃくするわ、はい、ちっちゃくして、うん、これぐらいにちっちゃくしてね。待てよ、待って、もーちゃんどうぞ。え、姉さん、姉さんあるよ、ゆっくりゆっくりで、はい、どうぞ。ただただおやつ食べるだけの動画、頑張って、よし、えらい。というわけで、またちょっと数日ないし、少し今回はもずくさん長めにお預かりするんで、2人の最近でも、あのもずくの方からデンスケにワンプロを仕掛けて、そしてスイッチが入ってしまったデンスケさんがやりすぎて、もずくがあのこの中に逃げ込むっていう、この変なね、なんかルーティンというか変なノリができてますけど、彼の方から仕掛けなんですよ、最近ちょんちょんとしてね、ね、やりすぎないように。でもあんま神上手だもんね、大丈夫だもんね、キャンとか言わせたことないもんね。というわけで、まあね、2人が遊んでる時はなるべく見てるようにしてますけどね。はい、というわけで、おやつを食べるだけの動画で久々のもずくさん登場ということでしたけれども、また何本か動画撮っていきたいと思います。いきましょうか、えでんすけさん、はい、ご視聴ありがとうございました。タイプードル、そのなんかちょっと2人時々さ、冷めた目で見るのやめてくんない、俺のこのノリみたいな。
笑顔でお会いしましょう。ありがとうございました。